ライブ終わりましたね。次は指揮官？どうしてここに？仕事をサボってぶらついてきたかと思えば、休みのついでに手伝いに来ただけとは。しょうがないですね。メイド隊が人手不足だから手伝いに来ただけですよ。この格好？メイドの仕事をするのですから、メイドの格好をしちゃダメですか？ジェーナスがメイド隊体験って、あの子いろいろ頑張っていますね。トラブルになったらこっそり助けてあげてください。私がこう言ったことはあの子には教えないようにお願いします。まさか昼までここにいるつもりですか？言っておきますけど、私看病する子のための食事しか作れませんよ。それでもいいならお好きにしてください。風でシーツが、はあ、助かりました。今のすごい素早さでしたね。もう指揮官にはこれを見張ってもらうのを頼みましょうか。保険として。大丈夫です、この高さならまだ手が届きます。それとさっきからどこを見ているんですか？シーツだけじゃなく指揮官の頭の中にある変な発想も払い落とさないといけませんね。何をしているのですか？溜まった任務を放置するのは病気を放置するのと同じ。ひどくなったら手遅れです。はあ、なんで人はダラダラしたがるのでしょう。任務が完了しましたよ。最善を尽くしたのか、まだ改善の余地があるかなど振り返ることを忘れないでくださいね。お手紙が届きました。受け取り期限が過ぎてしまうとどうにもできなくなりますよ。手持ち無沙汰のようでしたら残りのシーツを干すのを手伝ってもらいますよ。まさか私が働いているのを見張りに来たわけじゃないんでしょ？過ちを犯しても平気でいられる人は理解できません。そうですね、今の指揮官のような人ですよ。はい、これで大丈夫。今度は気をつけてくださいね。指揮官？今手当てを終えたところですが、どこか気分でも悪いのですか？それとも、はあ、暇を持て余しているだけですか？委託完了です。物を運んだらちゃんと手を洗いましょう。指揮官を看病するようなことにはなってほしくありませんよ。みんなが強くなっているとき、指揮官も強くなっていませんか？戦っていても自分を守ることを忘れないでくださいね。怪我人はいませんか？簡単な手当てなら私にお任せください。撤退しましょう。はあ、救助が間に合ってよかったです。気をつけてください。これぐらい応急処置すれば大丈夫ですから。